はい、静か行政書士 FP 事務所の静かでございます。ですね、ペンペロリンと言っていましたが、第19回なんですが、の本とかには、あんまり書かないような内容の話をしていこうかと思う。というのは、まあ、かなり独断と偏見が入っているかもしれない内容になっているんですが、初心者のための銘柄選びとしてですね、とにかく何の銘柄選んでいいかわからないとか、まあ、いろいろその株を始める人に方にはタイプがあると思ってて、配当をもらってみたいとか優待が欲しいとかっていうことで株を始める人とか、この銘柄多分上がると思うんだよなってことで初めて買ってみる人とかあると思うんですけど、まあ、漠然と投資しなきゃいけないんだよな。でも、投資信託でちょっとコスト高いとか言うし、そうすると、まあやっぱり株を買うのがいいんだろうけど、でも何買ったらいいかさっぱりわかんないみたいな、そうですね。で、その最後の株を買いたいんだけど何買ったらいいかわかんないっていう人は、ここから始めてみませんかっていうような話になります。で、まずはここから、紙5、まあ、紙7っていうのがありますけど、結局、7銘柄も用意したら、それも見切れないなっていうね。上場企業は今3600とか、上場している銘柄がある中でですね、さらに ETF なんか加えたら多分4000ぐらいになるんですよね。そこから選ぶっていうのはなかなか難しい。で、いろんな銘柄を追っかけるのは当然一人の人間ではまあ無理なので、絞ってみようと。で、20、30をしっかり追っかけるっていうのもやっぱり難しいと思うんですよね。で、特に初心者の方は特にそうだと思うんですよ。なので、この5銘柄からまず始めましょうというのを選びました。で、プラスアルファで1銘柄。ちょっと個人的な思いがあるものを一銘柄ですね、選んでみました。で、一応この5銘柄ですね、まあ日本を代表する、日本の株式市場を代表する5銘柄だと思いますし、ある程度銘柄の業種とか、それぞれの値動きの相関性っていうのは、なるべくこう低くなるようなものをばらけさせたということですね。で、選んでみました。ちょっと時間を使ってしまいましたね。この視点でも10分ぐらいで終わらせたいんですけどね。なかなかいつも話が長くなると。トヨタセブン&アイ、ソニー、三菱、UFJ フィナンシャルグループ、NTT、この5名から、かなと。それはそれぞれ、人それぞれ、ね、思うところあると思うんで、トヨタとソニーはちょっと近いかなという思いもあるんですけどね。製造業2つ入れちゃったなーとかって思いながら、でもやっぱり日本は製造業が強い国だ。まあもちろんサービス産業がね、発達、発展してる国ではありますが、製造業まだまだいけるという国だと思いますんで、2銘柄入れました。一つ一つちょっとどういう観点で選んだかで、どうしていこうかって話をしていきたいんですが、トヨタですね、まず。まあもう、トヨタを知らない人はいないでしょうと。まあどれも、知らない人はいないだろうという銘柄を選びましたが、もう、ご存知の通り、日本を代表する自動車企業、売上高、販売台数は世界トップになってるんですかね、今もね。見てるタイミングが違うかもしれないですね。になってます。で、とりあえずもう日本国内では、もうあらゆる数字がナンバーワン。売上高、利益、営業利益、経常利益。そういったあらゆる数字がナンバーワンの企業です。で、時価総額もダントツトップって話ですね。ダントツです。22兆かな。22
22兆8507億7143万6476円。2位がこの後お見せする三菱 UFJ なんですけど、それも倍以上違った気がします。トップですね。時価総額言ってみれば、箱積みの株式総数かける株価ということなんで、株価もまた上がってますから、今ね。で、世界で見ると27位ということですね。今、アップルですかね、1位は。一応、この辺の時価総額とか、まあ、予想 PR、PBR、うんぬんは、12月9日、あたりの数字を取ってます。ちょっと日現在の数字を取ってるものもあるんですが。世界で見た時価総額は11月末現在の数字を取ってます。予想 PR 13.6 倍、PBR 1.28 倍、ROE が 13.792% と結構高いですね。 ROE やっぱりたびたびこの自社株買いを行われたということで株主還元をしてきてるということで、 ROE は高いと。ただ言っても PR13.6 倍ってのは低め思いますし、 PBR1.28 倍そんなに高くないよねっていうところかと思います。で、配当利回り 2.85%、 まあなかなか配当の利回りでもいいよねっていう話ですよね。で、トヨタを見たら、その後じゃあ周りの企業と比べてどうなのってことで、同業他社も見ましょうよと。で、日産、ホンダ、スズキ、マツダ、三菱自動車。まあ、どうなの？まあ、あと、スバルとか。まあ、スバルはでも、系列っていう意味もありますけどね。を、まあ、この辺の PR、PBR、ROE とか、配当利回りとかで比べてくださいねっていうことですね。まあ、あと、為替関連度とかで見るとかっていうのもありますし。日産なんかこれで言うと、配当利回りが高かったりするので、配当利回りを重視したい方は日産の方がいいかもしれないですしね。で、あと、最低単位も低いので、日産の方が。という、まあ、同業の、企業と比べていただきたいと。で、あと、系列企業だとか関連企業だとか、子会社とか、そういったものも合わせてみましょうねっていうことで、電装、愛信正規とか、トヨタはやっぱり多いです。トヨタのゾノと言われるデンソとか、まあ、卸のところも含めて、あと出資している自動車企業も含め、一緒に見ていくといいですよねっていう。で、トヨタが動くと、この辺の、企業、系列企業、関連企業も、同じような動きをすることが多いので、合わせてみるといいですよねってことです。で、一言コメントですね。海外売上高が非常に大きいですから、為替関連度が高いと。で、ドル円が大きく動いた日に、じゃあ日本株どうなってるのっていうことを確かめるときに、まずトヨタから見るみたいな。まあ、外需株の代表企業みたいなところはありますんで、まずそういうときに確認されるような企業。もうトヨタだけでも一つの業種だと、海外では。考えられるぐらいの、もう自動車っていう中でもトヨタが一つの業種なんだというふうに、捉える人も多いです。そんなトヨタ。まず、トヨタを見て周りの企業を見る、で、トヨタの関連会社を見るっていうところをやっていただくと、いろいろ広がりが出てくるかなと。まあ、そんな形、そんな観点も含めて、この5銘柄選んでますんで。で、あと、セブン&アイホールディングスですね。国内流通に1位は一応イオンなんですが、株式マーケットで言うとセブン&アイの方が、何ですかね、メインというか、強いというか、というようなイメージですね。セブンイレブン、コンビニを柱に、あとスーパー、百貨店、ファミレス金融ということで、複数事業展開ですね。上場子会社っていうことで言うと、セブン銀行ぐらいしかないかなと思うんですが、イトーヨーカドーなり、百貨店の子会社なり、上場してないですけどね。あと、何でしたっけ、デニーズですね。
などなどですね。時価 PR、PR ちょっと高め 48.1 倍、PBR 1.73 倍ということで、まあちょっと割高なのかもしれないですね。他の業種と比べると小売は。ROE 6.889 なので、まあもうちょっといろいろ株主還元できるんじゃないかというところもあるような気がします。配当利回りは 2.06。で、同業他社、ローソン、ユニファミマ、イオン、ミニストップとか、あとスーパーとかもそうですね。で、海外売上高が実は3分の1ぐらい、33% ぐらいあるので、意外と海外進出も進んでいるんですが、まあ、小売とか、まあ、内需ということで、単純に的にいいのかは難しいところですけど、ディフェンシブというか、っていうところでの代表格でもありますし、まあ、小売の、なんでしょうね、本当に代表格というような面がありますので、この辺も一つ、まあ、消費のね、その流れを読むという意味でも非常に重要な銘柄かと思いますので、そしてソニーですね。ソニー自体はちょっと最近は軟調というか、パッとしないところが続いているのかもしれないですが、まあ、民生用エレクトロニクス主位であります。エレクトロニクスを中心に音楽とか金融も傘下に持っているというようなところですね。時価総額も、国内17位。PR70.8 倍高い。PBR1.84 倍、高め。ROE6.183。配当利回り 0.59 とちょっと低いということで、ちょっとソニー苦戦が続いておりますんで、数字だけ見ると単純に買っていいのかどうかっていうところはあるかもしれないですけどね。まあ一応ソニーを見るもので、まあ他のところパナソニックとか、本廃に買収されたシャープ、キヤノンとか、まあ、いろんなエレクトロニクス系を比べてみてもらう。で、ね、日立とか東芝とかも一緒に見ていただくとか。で、比べてみていただいて、で、あと、系列会社、提携会社、ソニー、フィナンシャルホールディングスね、金融の参加、あと、オリンパックスにも出資してるんですよね、確かね、7733。で、海外売上高が多いんですが、円高恩恵部門もあると、これで為替関連度が低い。むしろ、エレクトロニクス部門は、円高恩恵を受けるというような面になります。あと、ゲーム関連、やっぱり、プレステ、の動きとかっていうのも、大きく影響するので、その辺が、リリース、ローンチされるタイミングとか、それによって結構株価が上下するような銘柄になってます。なので、これを見ながら、かつ、まあ、新興市場も含めゲーム銘柄の値動きも一緒にどうなるか。で、任天堂とかじゃあどうなのかとかっていうところも一緒に見てもらうと面白いかなと。で、海外におけるブランド力が圧倒的なので、やっぱり海外に行けばやっぱソニー強いというようなイメージは多分まだあると思いますんで、ソニーを一つ、エレクトロニクスからは挙げさせていただきました。そして三菱 UFJ、金融のトップということで一つ挙げております。やはり金融のその時価総額とかマーケットに与えるインパクトはかなり大きいので、金融一つ入れないわけにはいかないな、ということで。時価総額 PR12.1 倍、PBR0.68 倍、ROE6.182%、配当利回り 2.35 ということで。PR、PBR で見ると割安でまだ放置されてる。結構、まあ、今の時点では株価上がってるわけですけれども、まだまだ割安感があるというような金融、まあ、金融全体、銀行だけでなく証券、保険もそうだと思います。PBR0.67 がザラだと思いますんで。というところかなと。あとはやっぱり、金融だからこそ、それなりに意識はしているんであろうけれども、まだ株主還元足りてないという面があるということですね。ただ、配当利回りは、金融、やっぱり、設備投資にそんなにお金回すってわけでもないので、配当利回りはどこも基本的には高めになってるかなと思います。製造業、小売とか、他のセクターに比べると全体的に高いかなと思います。同業他社、りそな、三井住友、フィナンシャルグループ、みずほ、あと三井住友トラストとか、あと地銀なんかも一緒に見ていただくといいですかね。で、合わせて系列会社、三菱 UFJ、リース、あとアーコムだったりですね。
金融の代表格であるとともに、やっぱり景気全体とか相場全体の値動きに連動するような形になっているような銘柄ですし、あと金利の動きに敏感ですので、金利が、上がっていくと、国債の売買なんかで利益を取りやすくなるので、銀行株強いみたいなことが言われたりしますよね。というような相場全体を映し出すような、一つの代表銘柄というか、となっているかなと。で、あとやっぱり時価総額もトヨタに次いで大きいですから、で、メガバンク3個を合わせたりしたらかなり大きいので、その辺の、例えばトピックスに対するインパクトは大きいかなと思いますんで。あと NTT、国内通信トップですね。時価総額が、国内で良い。もうちょっと読んでる長いでいいんです。もう長いんでいいです。PR12、12倍、PBR1.05 倍、ROE8.423、配取回り2.63。この辺のその、後者、元後者だったりとか、最近はそうでもないくなってしまいましたけど、ね、当電力、ガスあたりは配取回りやはり高めだったりします。で、まあ、同業他社として KDDI ソフトバンクグループを挙げておりますが、やっぱりソフトバンクグループの動きがやっぱりね、活発で、いろんな、こう、事業に新たな事業を発表されますんで、まあ、そこと比べてどうなるのかとかっていうところも見ていくと面白いのかなと。で、系列、このようなところも含めて見ていただくと。内需ディフェンシブの代表選手というような側面で選ばせていただきました。昔だったら東電を選んでたかもしれないですけど、ちょっと、ここ、4、5年、5、6年はちょっと東電は選びにくいので、NTT。時価総額としては、実はドコモの方が大きいんですが、まあやっぱり NTT の方が、日々の売買代金は大きい。いいことが多いので、ということですね。まあ、内需がどう動くか、外需がちょっと難聴だけれども、内需はどうなんだっていうところを見るときには、やっぱり NTT あたりを見ると、だいたい動きが分かってくるかなというような形です。そして、おまけの一つ、何しようかなと思ったんですが、創生。まあ、新興市場銘柄一つお話をしておきたいなと。思いまして、個人投資家向けを、個人投資家の方に見ていただきたいなと思っているこの動画シリーズなので、個人投資家の売買高が大きい新興市場銘柄をやっぱりご紹介しておきたいということです。で、一応マザーズ上場のバイオ創薬ベンチャーですね。新しい薬を作っているというような企業でありますが、マザーズの時価総額今2位です。場合によっちゃ1位になると思いますが、これも株価次第。1位はミクシーなんですけれども。で、PR17.7 倍、PBR8.5。まあ、やっぱりマザーズ銘柄で特にその物色された形跡があるような銘柄は割高になっていることが多い。まあ、しょうがないと。新興市場はそういうもんだと思ってください。同業他社、オンコセラピーサイエンスとか、アンデスとか、アンデス MG、オンコリスバイオファーマーとか、グリーンペプタイドとか、ペプチドリームとか、まあ、いろいろありますけれども、その辺も合わせて見ていただきたい。あと、東証一部で、小野薬品工業とか、あとは、まあ、バイオじゃなくても医薬品も合わせてみたりとかしていただくといいかなと思うんですが、マザーズ市場における創生のウェイトが一番高いんですね。創生が動くとマザーズが動くというような形になっているので、新興市場の動きを見る指標になるような、銘柄です。かつですね、新興市場はバイオベンチャー結構多いので、バイオベンチャー全体、バイオ全体が動くっていうことは結構マザーズにとってのウェイトが大きい話になるんで、まあ、その動きを象徴するような。ものになってるかなと。マザーズ今日上がってんなと思ったら大体創生が上がってるとかっていう話だと思うので。で、マザーズの指数、マザーズ指数のウェイト、大体ミクシー、創生、あと3位のサイバーダインで大体 40% ぐらいのウェイトがあったと思うので、その3銘柄
まあ、合わせてみるとかっていうことをしていただくといろいろ新興市場の動きが見えてくるかなというところですね。ということで、まあ、引き続き質問もいろいろ募集しておりますので、何かあればいただければなと。こちらの方にですね、いただきたいと思います。ということで、まずはここからの紙5銘柄、紙5銘柄、ちょっとわかんないですけど、プラス1銘柄ということで、話をさせていただきました。結構どうしようかなというのは悩みましたが、まあ、ここからいろいろ調べていく中で、ああ、この銘柄好きだなっていうのをね、最終的に見つけていただくっていうのも一つのやり方かなと思います。参考にしていただければなと思っております。ということで、ストックステーション第19回、以上で終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。